どうも、マサヤングです。お風呂上がりにお届けしております。僕ね、すごい乾燥肌でして、お風呂上がりにですね、このね、化粧水に、無印の化粧水をね、使ってたんですけど、あと40を過ぎましてですね、どんどんその乾燥がひどくなってきましてですね、で、そのうちの嫁ヤングに聞いたらですね、このね、化粧水をつけるだけではあかんと、その上からカバーせんと、水分飛んでいくからということで、謎のね、うちの、嫁ヤングが使っているオールインワンのなんかね、やつらしいんですけど、これをつけたらすごい、お肌の、調子が良くなったっていうのを最初にぶっ込んでみました。今日のご飯の時間です。これは何ですか？豚バラと舞茸のキムチーズ焼き。これは何ですか？ゆでキャベツとゆで卵の粒マスタードと醤油。これは何ですか？わかめスープ。これは何ですか？米。はい、ということで今回は楽器を買うのはリアル店舗ネットどっちが良いのということでお話ししていきたいと思います。まあ、こういうのってね、こう生配信とかでこうコメントいただきながらこう討論するような感じでやると盛り上がると思うんですけども、今回は、こういう感じで動画でお話ししていきたいと思います。で、僕一応ですね、そのレッスンをねやっておりますので、これからギター始めたい、まだギター持ってないんですけど、ギター習ってみたい、弾けるようになってみたいっていう方が、結構来られたりします。で、そういう方はもちろんギター持たれてないので、僕もね、生徒さん用の貸しギターで、弾いてもらったりするんですけども、で、まあやるってなったら実際、購入しましょうって話になって、そこで僕は楽器屋さんで買うことをまずおすすめします。で、おすすめするんですが、で、おすすめして、で、まあ、その予算的に厳しいって方はネットとかのね、安いやつとかも紹介することももちろんありますけども、一応まあ楽器屋さんで買うことをお勧めしております。ですが、その楽器屋さんのなんていうかな、店員のレベルが最近ちょっとね低くなってるんじゃないかなっていうふうなことを思ったり、しております。で、最近あった出来事としては、そのコロナ禍でね、アコースティックギターが結構売れたらしいんですよ。これ楽器店員さん、有能な経験豊富な僕の知り合いの楽器店員さんに聞いたちゃんとした話なんですけど、まあそのコロナでね、お家で過ごす時間が増えたんで、楽器をギターをね買う人、ギターとウクレレ買う人が増えたらしいんですけど、で、結構そのギターが品薄になってたと。で、まあね、弾き語りしたいからアコースティックギターが売れたらしいんですけど、僕のところにレッスン来た人で、なんとね、そのギターがね、ガットギターを購入して来た人がいました。で、これどうなのかな、いや、そのやり取り詳しく聞いてないんですけど、絶対本人はいわゆるこのね、フォークギターっていうかな、そのスチール弦の張っているアコースティックギターを欲しかったんじゃないかなと思うんですよ。でも多分在庫がないからこれでもいいですよみたいな感じに言われたんじゃないかなって僕は勝手に思ったりしてるんですけど、なんかそういうその楽器屋さんの都合で売ってる、で、その人絶対にそのナイロン弦のギター、ガットギターが欲しくて楽器屋に行ったわけではないんですよ。で、そういうのとか、その僕はね、そのアンプのお話このチャンネルでもしてますけども、その僕はその高知県にある、まあ、とりあえず一番大きい楽器屋があるんですけど、そこにそのアンプの試奏する防音室みたいなところがあるんですね。で、その、中のアンプを見てたらですね、そのブルースジュニアとブルースキューブがあったんで、このお話前にもしたと思うんですけど、そのブルースジュニア弾いてもいいですかっていう、全然知らない、僕の知らない店員さんに話しかけたんですよ。そしたらですね、その防音室連れてってもらって、じゃあこのセッティングしてもらって、で、別のアンプ弾くときはまた呼んでくださいねって言って、その防音室から出てったんですね。で、出てって、あ、なるほど、ブルースジュニアはこんな感じかって、僕そのね、防音室で弾いてて、で、ちょっとブルースキューブ弾きたいなと思ったんで、防音室ガチャって開けて、その店員さんを探したんですけど、いなかったんですね。で、そういう時って一応気にしませんか？一応僕が防音室の中でずっと弾いてるから、もしかしたら声かけられるかもしれんと思って、その周辺におるとか、ちょっと気にしておくみたいなことをしないでしょうか。で、多分その時に休憩かなんかから帰ってきたその知り合いの店員さんが帰ってきたんで、そのまま
あ、すいませんすいませんって言って来てくれて、でその店員さんはずっと付きっきりでそのブルースジュニアとブルースキューブのお話をしてくれたんですね。でその、まあ、ちなみにその店員さんの話すると、その店員さんはブルースジュニアとブルースキューブ、僕はねどっちがいいですかって話した時に、僕はブルースジュニアを持ってましたと。で持ってたんですけど手放したんですごく後悔してるので、あの本当にいいアンプだったと思いますっていう風に言ってたんですよ。その店員さんの音楽活動の中でこう良かった悪かったっていう話されると、すごい説得力があるなっていうところで、あのリアルテンポはいいなとは思うんですけども、いかんせんそのね、あのレベルが低い店員さんも多いなという感じが、しております。まあ、この高知県なんでね、そんなに楽器店があるわけじゃないので、いろんな楽器店の店員さんと触れ合う機会があんまりないんですけども、皆さんはどうでしょうか。ということで次ネットの話に行きたいんですけども、まあ、サウンドハウスさんです。サウンドハウスさんでそのメールのやり取りをね、そのレイニーのあの株スーパー12が壊れた時の、メールのやり取りでちょっとねこれはんっていうのがあったんでお話ししたいんですけども、このチャンネルでも出してますけども、あの見られた方は分かると思うんですけど、ピーっていうのは宇宙と交信するみたいなあの音が、出るようになったんですね。で、まあ、そのアンプからボフとかザーとかピーとかといった異音が出るようになったのですが、対処する方法ありますかって僕は聞いたんですよ、そのメールでね、サウンドハウスさんに。そしたらそのね、多分サウンドハウスさんって5時とかぐらいまで外営業時間かな、でその多分営業が終わるギリギリの時にノイズにつきましては、これ帰ってきたメールですよ、ノイズにつきましては接続しているギター、エフェクター、ジャックポットとかケーブルとかプラグとか、アンプじゃないところが原因でなる場合もありますので、もう一回確認してみてくださいねって送って、それに僕は気づいたのがその日の6時半で6時25分にこれ送ってるんですけど、ギターをつながないアンプのみの状態でも異音が出るので、ケーブルやジャック、ギターが原因ではないと思われますということで、これ多分もうサウンドハウスさん的には営業が終わってるので、あ、これ朝一でメールの返信来るかなと思って待って言ってたんですけど、待てと暮らせと全然来ずですね、3時ぐらいにですね、もう少し早く返信いただけないでしょうかっていう風にメールを送ったんですよ。そしたらですね、すぐにですね帰ってきまして、修理をご希望であれば弊社でお預かりすることもみたいなことね、帰ってきたんですよ。でも修理しますよってことなんですけども、返せるんやんと思ってメール、これもしも僕がそのね、あの返信のこのメールを送って返信してくださいみたいなメールを送らんかったら、またその日の営業時間ギリギリにメール来て、次の日にまた持ち越しみたいな感じになったと思うんですよ。でこういうなんかこう対応の遅さで、こういう感じね、皆さんもそうだと思うんですけども、まあ、ギターとか弾いてね音楽楽しんでる人はね、その自分が買ったものがね不具合出たらちょっと嫌な気分になるじゃないですか。できるだけ早くあの対応していただくのがやっぱりその音楽を愛しているもの、楽器を愛しているものの務めじゃないかなというふうに思うんですよ。やけどこのなんかメールの返信の遅さで催促して、送ってきたメールで、まあ、そのより詳しい症状、ノイズの発生頻度、ノイズの音量などをお知らせくださいとか、それはわかりますよ。でまた接続しているコンセントからノイズを拾っている可能性もありますので恐れ入りますが、別の建物、お近くのスタジオなどにご確認いただけますと幸いです。これちょっと現実的ですかって思うんですよ。例えばね、そのコンセントとかノイズが出てるのであれば、他のアンプをお持ちでしたら、その同じコンセントに入れて確かめてくださいっていうのだったら、あのすぐできるじゃないですか。でも別の建物にこの、ね、今ないですけど、あのアンプ持ってって試すの、しかもスタジオやったらスタジオ代かかるじゃないですか。それちょっとどうですかっていうふうに僕は思いました。でこれがもし朝一で来てたら、まだそんなに僕のそのうんっていう気持ちはなかったかもしれないですけど、早く返信してくださいっていうのがあった後にこれが来たんでね、ちょっとなんか僕的にはムッとしてしまったんですけども、ということでちょっと長くなってきておりますので、そろそろ終わりたいと思いますけども、皆さんは楽器を買うときはネットで買いますか、リアル店舗で買いますかということで、またコメント欄書いていただければ幸いでございます。ということで今回は以上で終わりたいと思います。バイバイ。